雷人名は、日本の男性プロレスラー。本名は、川畑県。兵庫県宝塚市出身。全日本プロレスに所属していた。父親は、元プロ野球選手、元西宮市議会議員の川畑和人。学生時代は空手に打ち込み黒帯を取得。クリスジムに入門し、1998年1月28日、クリスジムの大会における大武器 本県事選でデビューした。AS として活躍していたが、2003年の活動停止とともに、ジムの先輩でもあった奥村茂雄を頼って全日本プロレスに入門。同期は、スワマ。2004年8月28日、全日本プロレスサマーインパクト2004札幌、定戦ホール大会で、肘方隆を相手に再デビュー。2005年6月19日、 平井信和と組あらや望む誉れ、石狩大地と対戦。石狩から逆さ押さえ込みで全日入団初勝利を挙げる。さらにその年の世界最強タッグ決定リーグ戦では、追肝版ヘルニアで欠場した本間友明らの代打として出場。嵐明組から白帽子を挙げた。2006年には、ブルドゥ・マーダーズの挑発や、 自身のステップアップを目指し中堅活性化を宣言。あらや望む誉れ、平井信和、肘方隆史に奮起を促す。奮闘の結果、平井信和から全日本プロレス入団から、初のシングル勝利。11月8日、野沢ゲノムにて、重心サンダーライガーを真似た重心サンダー、アキラーとして、クラッシャーバンバン平井と対戦。マスクハニをしようとした平井に対しレフェリーが止めに、 入るも、それを平井が突き飛ばした結果、反則勝ち。試合内容では、完全に平井が圧倒していたが、とりあえず勝ちは、勝ちということで、コーナーに登り、両手を広げて観客に勝利をアピールした。2007年5月からティネとの交換留学のため、アメリカ、カナダで、無者修行することが決定。5月13日に走行試合として、 同じく海外遠征が決定していたブルート一章と組んでライバル視しているスワマ、ブルドゥーマスク組と対戦するが敗北。試合後のブルートのマイクに続き雷陣もマイクを持ちずっとスワカンを追いかけてきて今日も負けたけど今日を最後にカナダへ修行へ行ってきます。そこで一回りも二回りも大きくなった姿をまたこの全日本のリングで見せたいと思いますので ぜひよろしくお願いしますと挨拶。ティネなどで、ブルートと共に試合をしていたが、ブルートが怪我を理由に帰国してそのまま引退。雷人は一人で武者修行を続けることとなった。9月からは WWC に雷のリングネームで活動していた。2008年6月22日、甲楽園ホールにいて、およそ1年ぶりに外戦帰国し試合を行う。武藤慶治。 浄道リングと組んで、鈴木実、太陽ケア、マザダグミと対戦。21分46秒、月面水爆でマザダを下し、見事外戦試合を飾る。試合後のインタビューでは三冠王者となっていたライバル、スワマに対するジェラシーや対抗心を語り、さらに、今日戦った、鈴木実、太陽ケア、マザダ、今まで、俺をバカにしていたやつ、全員食ってやる。 と力強く語った。帰国してからは新日本プロレスの中村信介、後藤博士大平とも対戦し、安定した活躍を続けていた。しかし、8月31日の国技館大会の試合後、ティネのトライアウトに合格し、2年契約で次シリーズ終了後から参戦することを発表した。9月シリーズ開幕戦では、ティネへの走行試合として三冠王者。 スワマと対戦。しかしこの試合で、スワマの厳しい攻撃で動けなくなり、そのまま試合は、レフェリーストップで終了。さらに終了後も意識はなく、林リングドクターが、硬膜下血腫の疑いがあるとして、救急隊が到着するまで待機。20分後に、ようやく救急隊が到着し、雷陣は、意識がないまま救急車で病院に搬送された。 林ドクターは原因はスワマの頭部への蹴りでただの脳震とうにしては症状が重く最悪生命の危険もある非常に危険レベルとのことだったが搬送先の病院では強度の脳震とうの診断であり一命は取り留めた。戦術の件によりこのシリーズは欠場していた。しかし同件でスワマが悩みうまく試合をできずにいたため 9月20日博多大会に登場。スワマの試合中に乱入し、スワマに張り手を見舞い、いい加減にしろ、と叫ぶ。このことによって、スワマも復活。最終戦ではセコンドにつき三冠ヘビー級王座戦を見守っていたが、惜しくもスワマが敗れることとなった。しかし、二人の友情関係はさらに深まった。 三冠戦後の10月11日後楽園ホールでは、前回流れたスワマとの最終走行試合が実現。出せる技、力をすべて出し切り、スワマ相手に奮闘したが、完敗。2年後の雪辱を誓って、再び海外へ行った。10月17日、ティネに出場するために渡米。同時期にティネに遠征する新日本プロレスの棚橋博史との接触も期待された。 結局、棚橋は3ヶ月ほどで日本に帰国したが、雷人は12月9日に X ディビジョンのトーナメントにてデビュー。コンセクエンスズクリードと対戦し、ウイジンをムーンサルトプレスで勝利で飾った。ティネでのリングネームは清シムタを彷彿とさせる黒いフェイスペイントで試合に臨んでいた。また、そのトーナメントの2回戦でクリス・セイビンとも対戦。 検討を虚しく敗北した。2009年3月5日には、アレックス・シェリーの持つ、X ・ディビジョン王座に挑戦。セコンドには新日本プロレスのノーリミット、内藤哲也と雄二郎がついたが、惜しくも敗れた。9月13日、清として一時帰国。グレート、ムッタと、親子タッグを組んで、スワマ、近藤修二組と対戦。 スワマを流血、親子で毒切りを放つなど大暴れを展開。最後は、清のムーンサルトで、近藤からホールを奪って勝利した。2010年3月21日、両国国技館大会にて帰国。武士とタッグを結成して、チェスマン、ダークオズと対戦し、ムーンサルトプレスで勝利。その2日後23日に清として、チャンピオンカーニバルの出場が発表された。 ティネに戻り、6月14日にマスクマンである、スーサイドとなるが、スーサイドの特徴である俊敏で飛べるルチャドーラーのようなキャラクターではなかったため、短期間で、清シへと戻った。その後は、岡田とタッグを組むことが多くなり、ヒールファイトに徹した。2011年以降は、カナダ・オンタリオを拠点に、カナダ、アメリカのインディー団体に参戦。2012年3月、 全日本プロレス両国大会に外戦予定であったが参戦がなく代わりに寿司という名のプロレスラーが出現。2019年10月9日全日本プロレス校楽園ホール大会で行われたスワマデビュー15周年記念特別試合に久しぶりに素顔で出場。石川修二佐藤光徳組、スワマ岡田雄介 近藤修治組と対戦したが、スワマのラストライドで3カウントを喫した。2012年4月1日、ジュニアタックリーグ戦の武士のパートナー X として登場。全身緑色のタイツに、頭にマグロの握り寿司を乗せたマスクマンである。全日本プロレスの以外からも、カナダで寿司修行もしていた、雷人民ではとの声が上がっていたが、事実確認は取れず、 正体は謎のままである。海外修行前は投手を全面に押し出したラフファイトを売りにしていたが、技の荒さやスタミナの無さ、魔の悪さが問題視され、前座でコミカルな試合などをしていたため早くからこのまま中堅に甘んじるのではないかと思われていた。しかし海外修行で上記の問題点は改善されている。ありがとうございます。